それでは本日の最後のセッションをお聞きいただきます。もう朝からやってますので、だいぶお疲れかもしれませんが、あと1時間ほどですので、どうかお付き合いいただければと思います。今紹介ありましたように、このセッションは各分野での統合の形ということで、先ほども少しご紹介いたしましたけれども、NBBC でこの4月から統合化推進プログラムというファンディングが走っておりまして、その中で10件採択され、そこで10件採択されておりますが、その中の4件、本日ご発表いただく予定になっております。よろしくお願いします。それではまず最初に、東京大学大学院医学系研究学部の先生によります、ヒトゲノムバリエーションデータベースの開発でございます。よろしくお願いします。東大の徳永でございます。ヒトゲノムバリエーションデータベースの開発ということでお話しさせていただきます。なぜこのデータベースを作るかという背景としてですね、大きく3つのことがあります。まず背景の1ということで、先生方もよくご存知だと思います、ゲノムワイド関連解析、GWAS というふうによく省略しますが、この種の、こういう解析手法が非常に発達しました。ヒトゲノムの解読完了、それからハプマッププロジェクトの完了と、SNP 体験技術の飛躍的向上により、大規模なゲノムワイドな関連解析が多数進行しているということで、論文の数の推移、あるいはこれはアメリカの、ゲノム研究所が1年に4回ぐらいの頻度でですね、世界中から報告されている、その GWAS の成果をまとめているものですけれども、例えば今年の3月でありますと、221の、疾患を中心とするその他の、人の、ケースも含めてですね、そこに関わる1300余りの、遺伝子といいますか、領域が同定されているということを言っているわけですけども、こういう勢いでどんどんその GWAS の成果が出ております。一番最盛期からは少し、その生産量は落ちてきてはいますが、今でも例えばネイチャー・ジェネティクスといった雑誌ですね、の多くは、GWAS の成果というような状況です。例えば1000人規模の100万スニップを解析すると、その生データは10テラぐらいになるということです。もちろんシーケンシングの次世代シーケンサーを使ったデータに比べると、まだまだ小規模のものではありますけれども、それでもそれ従来の研究に比べると大変大きな規模のデータということになります。それから背景には言うまでもなく、次世代シーケンサーの革新、技術的な革新、それからゲノム解読コストが低下、どんどん安くなっていると、ここの左の図がそうですけれども、数千ドルにもう今なっていると思いますが、ホールジェノム、あるいはホールエクソンシーケンシングによる疾患変異の探索も、大変な勢いで増えているということです。この勢いはもうますます上がっているというふうに、予想されるわけです。それから第3の背景、これは海外の関連する、この領域のデータベースが、やはり、随分充実してきているということであります。米国の NCBI では SNP に関しては DBSNP、その他の構造体系に関しては DBBAR、 それから GWAS、 あるいは次世代シーケンサーによる、各種の疾患あるいは形質に関わる遺伝子の、解析結果というものが BBGAP ですね、ジェノタイプ&フェノタイプの略ですが、BBGAP に登録されている。それからヨーロッパでも EGA、やはりアーカイブの形でですね、GWAS 次世代シーケンサー結果の結果を含むジェノタイプ・フェノタイプに関するデータが蓄積されているという状況であります。その他、ヒューマン・ジェノム・バリエーション・ソサイエティのローカス・スペシフィック・データベース、あるいは1000人ゲノムプロジェクトのデータベース、あるいは国際がんゲノムコンソーシアムによるデータベースというような形で、次々ゲノム、人のゲノムがますます詳細に解析されて
行く過程でですね、大量のデータができて、そしてそのデータベースが次々に、作られて、さらに発展してきているという状況なわけです。でそこで私ども今年の3月で終了した統合データベースプロジェクトの中でですね、採択いただいて、私、辻先生、それから遺伝研の井上先生、日立中央研の小池先生、こういったメンバーでですね、データベースを作成してまいりました。GBUSのデータベース、それからミューテーションデータベース、大きく2つの分野であります。これは言うまでもなく、先ほどからもうすでに、申し上げました触れました GBUSの結果のデータベースで、研究者間の情報共有というものを促進して、そして、より新しい疾患遺伝子をまた見つけていただくということが大きな目的であります。もちろん、再生されている 大量のデータを安定的に長期間保管するという目的も重要であります。それからミューテーションデータベースはやはりシーケンスレベルの、解析、そしてその疾患との関わりをデータベース化するために、一種の今の次世代シーケンサーによるデータのを、ある種予感してですね、作ったデータベースであります、神経変性疾患の臨床情報と変異情報の関係を俯瞰するようなデータベースになっております。でこれは3月で、終了いたしまして、現在、4月からまた、ヒトゲノムバリエーションデータベースという方、名前といいますか、タイトルで、データベースをさらに発展させようということで、努力しております。でその中身というのは高速大量の、中身というのは前提、は繰り返しになりますが、高速大量のスニッタイピング技術と次世代ゲノム配列解析技術の発展がある、そして疾患関連遺伝子単多型あるいは変異の探索が世界レベルで大規模に進行している。その結果、ヒトゲノムの多様性および疾患関連遺伝子変異情報は急激に増加しているということで、そういう情報をデポジットする、そういうデータベースとしての位置づけであります。で例えば一つ1検体あたりホールジェノムシーケンシングを行いますと、大体、少し前のデータではありますけれども、大体300万種類ぐらいの、シングルヌクレタイドのバリエーションが見つかる。そしてその 10% 程度はもうまだ公的なデータベースにまだ登録されてない、つまり新規のものである。そういう勢いでどんどん新しいものが変異が見つかるということであります。そういったものをちゃんとデータをデータベースとして、登録するということであります。で疾患発症の基準は、どんどん疾患の種類にもありますが、どんどんその複雑なメカニズムが分かりつつあるわけです。複数の因子が複雑に疾患に関与する、あるいは同一遺伝子変異の変異が複数の疾患に関与していることも、そういう例も次々に見つかっておりますし、同一疾患における変異部位あるいはその種類、変異の種類ですね、その種類によってその臨床症状が異なるというような、そのような例も今、次々に見つかっているということであります。さらに重要なことは、原因遺伝子あるいは原因変異あるいは疾患関連遺伝子変異のには人類集団によって随分頻度の違い、あるいは元極端な場合はあるかないかといった違いまであるということであります。つまり多型変異の医学生物学的な意義の理解には、個々の集団における頻度情報が必要不可欠であるということで、疾患あるいは変異臨床情報、こういった、情報の関係を整理体系化し、得られた成果情報を公開あるいは共有することにより、疾患基準の解明や個別化医療の実現に貢献するというのが目的
になります。ここで後悔と共有って言葉を使っておりますが、これは後で、ご説明いたしたいと思います。で、まあ、目的はもうお分かりだと思いますので、構想としては次世代シーケンサー、その他の解析法、まあ、スニップベースの GBAS、あるいは CNV、コピーナンバーバリエーションベースの GBAS、こういったもので発見される多型変異、疾患情報の受け入れと考えた。それに加えまして、文献情報など、過去に報告された疾患感知性、あるいは薬剤応答性などに関わる多型変異データを収集する。またその結果をですね、俯瞰的にあるいは統合的に解析して、上記のデータを整理体系化したデータベースの構築、あるいはデータの公開と共有を実施するということで、疾患から多型変異を見るだけではなくて、多型変異の方から疾患を見ると、横断的に探索するようなことができるようなデータベースを目指しております。で、実際にデータとしては健常者のデータ、新しく、研究、いろいろな研究グループから登録していただくデータに加えまして、1000人ゲノムのデータだとか、GBAS の健常者のデータ、あるいはスニップだけでなくてですね、バリエーション、稀なタイプ、あるいはリピート、繰り返し配列の変異、インサーション、ディリーション、コピーナンバーバリエーションなど、各種の多型変異のアリル頻度、それからハプロタイプ頻度を、まあ、計算して公開するというものになっております。で、まあ、効率的な疾患、あるいは人の形質の遺伝子の探索に、役立てるということであります。で、そのデータベースの概要でありますけれども、基本的にはですね、あくまやはり人の情報でありますので、何でも得られた情報は公開していいということにはならないというふうに考えております。つまり、個人、まあ、大雑把に言いますと、個人を特定できないデータは公開していいでしょうか。しかし個人を特定できるような、まあ、遺伝的な解析でもあって、でその個人を特定、まあ、ジェネティカリーアイデンティファイアブルといいますか、そういうデータに関しては一定の審議を経て、その特定のそれを利用する研究者の方に提供するというプロセスをやります。つまり内部用のデータベースと公開用のデータベースを基本的に2つのパーツになります。で、研究者の方、先生方からデポジットしていただいたデータは、まず内部用のデータベースを入れて、その中には GBAS だったり、その他のいろいろな変異情報であったり、次世代シーケンサーの情報であったりするわけですけれども、まあ、それをある、まあ、横断的な検索もできるような形で一応整理しますが、これは、特に個人一人一人の、個人のレベルの情報に関しては、その利用を、希望する研究者から申請を出していただいて、データ共有審査委員会で審議させていただいて、そして、その審議が許可を、ま、使用し利用をかという審、ま、結果が出ますと、その、研究者に提供すると、こういう形をとります。一方、個人を特定できないデータというのは、つまり頻度ですね、頻度情報とか、あるいは統計解析した統計解析を終えたその結果です。その結果に関しては、公開している問題ないだろうというふうに考えられますので、公開用のデータベースとしていろいろな方が直接アクセスできるという形を取るということになっています。で、GBAS データベースのコンテンツ、少し細かい、ことでありますけれども、まあ、数十万種類から、まあ、今年度中にはおそらく200万、250万種類ぐらいのスニップの、遺伝子頻度情報、アレル、まあ、ハプロタイプ等ですね、各種のそのパラメータ、集団遺伝学的、あるいは統計学的なパラメータを、計算して、見られるようになっております。
あるいはスニップのアノテーション、こういった情報も載せけあの、まあ、見られる形になっております。で、一つの例をお見せいたしますと、例えば私どもが自身が行ったナルコレプシーという疾患の G バスの結果ですが、こういうふうにこのようにその染色体量で、非常に統計値、統計解析結果が高い、強いところというものがこういうふうに6番染色体の単音上にあるというようなことが、まあ、一望して分かると。そしてその結果をマンハッタンプロットという形で、6番のこの単音非常に高いピークがあるのが分かると思いますが、こういう、これは HLA という遺伝子群の、まあ、あのピークなんですが、こういう形で見られると。そしてそのテーブルとしてのもより詳細な情報も見られるという形で、表示しております。さらにその詳細な領域についてはメニューをよ、先ほどの、まあ、実は左側、すいません、あのメニューを選ぶことによってオーツレーションとかエクソン、イントロン構造、遺伝子の情報、CNV の情報、レーサー併合解析の結果、こういった情報も見ることができるというふうになっています。さらにその遺伝子と遺伝子の相互作用ですね、例えばロジスティックレグレッション解析をして出てきたエピスタティックな効果の図示をこういう形でする、まあ、これは全ての解析で行っているわけではないですが、こういう表示もできるようにしてあります。それからダスサーバーとして機能するということで、例えば他のデータベースですね、他のデータベース上にこういう形で、例えば私たちのナルコレプシーの結果を一緒に表示できるような、そういう機能も備えております。で、CNV に関しても、やはり10月で得られたデータ、このスニップのタイピングのデータをもとにその CNV を解析するということがある程度できますので、その解析を行って健常者の CNV のデータを作っております。実際の図を見て、あの画面の例を見ていただければ分かると思います。まあ、こういった領域に CNV が、まあ、こういった範囲でどのくらいあるか、まあ、高さはあ、まあ、が高いのはいろいろ見つかる、まあ、ヒントが高いです。これはいろいろこのバウンダリーがいろいろあるというのもお分かりかと思います。で、その比較のためにカナダのデータベースで使われているデータ、まあ、やはりこの同様のデータとの比較もできるような形になっています。そして詳細な図、まあ、表が見られるという形です。で、次にバリエーションデータベースですが、これはあのつまりこれからのデータベースで、これからといいますか現在作ろうとしているデータベースでありますが、いろいろな種類のミューテーションだとか、スモールインサーション、ロングインサーション、ディリーション、ストラクチャーバリエーション、CNV、リピートバリエーション、このさまざまな種類の変異がすべて表示できるような形を目指しております。で、特に Next Generation Sequencerによって検出された、まあ、健常者疾患関連変異、実験条件、計算条件、こういったものがすべて分かるような形に、のものを目指しております。で、まずはですね、登録していた、まあ、現在少しずつ登録の準備が、実際に新たに、生成算成されたデータの受け入れの準備が進んでおります。それから1000人ゲノムすでに出来上がっているデータベースからのデータも取り込む、その他公開されているデータを元にして、まずはコンセンサスシーケンスを、まあ、ゲノム全体のコンセンサスシーケンスを作成して、そしてそれに変異情報を付け加えるという形で公開する準備をしております。プロトタイプはこういう形ですね、まあ、塩基の配列がずっとこう続くわけですが、そこに例えば、変異が一つある、まあ、ちょっと見づらいですけども赤で変異がある、疾患に関わることが分かっている変異は赤、ちょっと色をつけてですね、そして
高さは P バリューとかそういう値で表、まあ、そういう統計値を表記する。そしてその、クリックするとこの頻度が、分かる。患者と健常者で頻度がどうなっているか分かるような形。あるいはアミノ酸をコードするところ、コードの変異でありますと、ここからどういうタンパク、どのタンパクの、どういう場所に変異があるのかというようなことを表示できるような形、こういったものを今作り込んでおります。実際にですね、まあ、今の段階では NGS のデータというのはクオリティコントロールがいろいろなやり方でされているということで、どんなクオリティコントロールをされているか、スタディごとに、まあ、どういうマシンを使ってどういうクオリティコントロールをされているかというものを情報を、まあ、最低限付け加えるということで、進めていっています。で、私の話の最後の部分はですね、先ほどもちょっと触れました、その人のデータでありますので、かなりといいますか、倫理的な面からの、考慮はどうしても必要であるということで、統合データベースプロジェクトの中でですね、検討委員会を設けまして、レベルを公開できる情報というレベルと、最終的レベル3というのはこの、共有データである、つまり、研究者から、利用を希望する研究者から申請書を出していただいて、それに対してそのアクセス委員会が審議して許可をするという形で提供するデータを提供する、これをまあ共有というふうに言っているわけですけども、そういうレベルに分けて対応するということを今行っております。例えばレベル1は公開データであります。先ほども触れましたように頻度データあるいは統計解析結果ということになりまして、ウェブサイトにおいて閲覧可能でありますし、ある程度の規模までのデータはそのままダウンロードできるという形になっています。でレベル2はちょっと少しその中間なんですが、個体の CNV データはそれほど大量のデータではないので、そのまま、レベル2として判断する。それからレベル1のこういったデータの非常に大規模なデータになりますと、若干取り扱いに気をつけなきゃいけないということで、そのウェブ上でですね、氏名とか職名、連絡先、使用目的、E メールアドレスを入れていただければそこで、提供できるという形にとっています。それで最後にレベル3ですが、個体ごとの遺伝子型あるいは生データ、こういったものは先ほど申しましたように、申請をしていただいて、申請書を出していただいて、まあ、審議させていただくというような審議ということであります。で、まあ、ちょっとこれはそのレベル3データに関してのこうフローということになりますが、まあ、少し細かくなって見づらいかも分かりませんけれども、とにかくそのデータを使用する研究者、まあ、使用を希望する研究者のはまずその所属する倫理委員会で承認を得ていただいて、で審査委員会に提出申請書を出していただく。で審査委員会が、まあ、審査をして OK と、まあ、問題ないという判断になりましたら提供そのデータをお渡しする、まあ、そういう形で、まあ、こういった制限付きのアクセス制限データについても提供できるような形をとっているという状況であります。はい、以上です。ちょっと駆け足でした。これで私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。